皆さんこんにちは。新人アニメーター寮寮生のりょうこです。この動画では新人アニメーターの現状や生活のこと、それから私たちが暮らしている新人アニメーター寮のことを紹介していこうと思っています。普段の動画ではアニメーターになって最初の1年目の仕事や生活についてお話ししてきたのですが、今回は以前からお話ししたいと思っていた私が好きなアニメをご紹介したいと思います。なお、ご紹介したい作品はたくさんあるので何回かに分けてお話ししようと思いますが、今回は私が特に影響を受けた作品であるストレンジアというアニメ作品についてお話しします。ストレンジアは2007年に公開されたボンズという制作会社さんによるアニメ映画です。戦乱の時代の日本を舞台に、一人の浪人が異邦人に襲われている少年を助けたことで身寄りのない少年の用心棒として雇われ、共に旅をするというストーリーの時代劇です。少年はある重大な秘密を抱えて異国から逃れてきたという設定があり、その秘密のために異邦人たちに狙われることになります。タイトルのストレンジアは異邦人という意味ですが、このタイトルには奇妙な男という意味も込められているそうです。ストーリーには確かに少し変わった設定だったり、周りとは違った生き方をしているキャラクターが出てくるので、作品を見ていただければその意味がなんとなく伝わるかもしれません。私の大好きなアニメーターである安藤正弘さんが初めて監督を務めた作品でもあります。安藤正弘さんはアニメーターとしては劇場版クレヨンしんちゃんシリーズやテレビアニメ新世紀エヴァンゲリオンなどに参加されています。また監督を務められた作品の中では花咲くいろはや絶縁のテンペストなどが人気です。安藤さんは私の一番好きなアニメーターさんですので、安藤さんご自身についても近いうちに動画で詳しくご紹介させていただきたいと思っています。時代劇というと堅苦しいイメージがあるかもしれませんが、ストーリーや映像のテンポがよく自然に見やすいので、時代劇はあまり見ないという方にも自信を持っておすすめできる作品です。ストーリーはもちろん、作画にも非常に見どころがあるアニメです。時代劇風の雰囲気を表現するため、全体を通して彩度の低い落ち着いた色合いでまとめられています。背景の風景や建物なども水彩風の淡い表現がされていて、まるで日本画のような趣があります。時代劇なので刀で敵と戦ういわゆるチャンバラシーンがたくさんあって、この映画の見どころの一つとなっています。もう10年以上前の作品ですが、この作品のアクションシーンは今でも高い評価を受けています。私もこの映画のアクションシーンが大好きで、何度も見てかなり影響を受けました。ボンズさんのアニメの特徴ともいえるアクションシーンの一部は中村豊さんというアニメーターさんが担当されています。中村豊さんは最近だと同じくボンズさん制作のモブサイコ100や僕のヒーローアカデミアにも参加されていますね。メリハリの効いた動きを生かした迫力のある戦闘シーンが魅力で、長い間たくさんのファンを魅了してやまないベテランアニメーターさんです。中村さんのアニメーション原画集も発売されていて、タイムシートもついているので、仕事や練習の時によく参考にしています。全体としてはアニメ特有のわざとらしさや余計な演出が抑えられていて、まるで本当の戦いを見ているような自然さ、上品さがある作画になっています。例えば他のアニメのアクションシーンだとわざとスロー再生っぽい演出を入れたり、
派手なエフェクトで戦闘の激しさを表現したりすることがありますが、そういった表現がかなり控えられています。まるで本当にビデオ撮影しているようなリアルさがあって、パッと見た時は計算された感じがしないのですが、その中でも剣を受ける、弾く、弾かれてまた追いかけるといったやりとりがリズミカルで、刀のぶつかる音と相まって気持ちよく見られる映像に仕上がっているのがすごいところです。演出が抑えられている分、全体的にスピード感があり、何が起こっているのかわからなくなるようなシーンもあって、そういったシーンは特に何度も見返したくなります。また周りの環境が戦いに影響してくるような演出の工夫も見どころになっています。瓦礫が崩れて画面が一気に動き出したり、雪に足を取られたり、逆に雪で滑ることで勢いをつけて切りつけたりといった動きは、ただ刀のやり取りだけを表現しようと思ったらまずできません。また足元の雪が戦いの激しさで巻き上がって煙のようになり、視界が遮られるシーンでは、視点を大きく引いて刀がぶつかって生まれる火花だけが見えたり、戦っているキャラクターの視点で雪煙の中から急に相手が現れたりといったカットもあって、環境を利用した演出と嘘くさくないリアルな演出が合わさって、見ていてドキドキするような緊張感を強めています。刃こぼれの表現や刀の刃が息で白くなる演出なども繊細で丁寧に描かれているため、リアリティが一層増しています。 BGM にも特徴があります。時代劇なので日本の楽器の音が入っていたり、和風な曲に仕上がっているのですが、どことなくエキゾチックな雰囲気もあります。ストレンジアというタイトルや映画全体の設定の背景を表しているようにも感じます。原画集付きの DVD ボックスも発売されていて、この原画集は私の愛読書の一つになっています。特徴である水彩風の背景画や、今は CG で表現されることの多い動物の動きの作画も載っていたりして、仕事の参考になるのももちろん、見ているだけで面白い画集になっています。先ほどお話ししたアクションシーンの原画もとても見応えがあって、未だに何度も見てしまいます。100分ほどの映画作品ですから、テレビシリーズより気軽に見ていただけると思います。とても影響を受けた作品なので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいです。今回はここまでです。いかがでしたか？大好きな作品なのでたくさん語ってしまいましたが、この動画で少しでも魅力が伝わったり、見てみようかなと思ってもらえたら嬉しいです。最後まで見てくださってありがとうございました。アニメーターのことやアニメーター料について知りたいことがあったら、コメントで質問していただけると嬉しいです。新人アニメーター料の運営費のほとんどは寄付で賄われています。新人アニメーター料のクラウドファンディングにつきましては、動画概要欄のリンクから詳細を確認できます。ぜひご覧ください。また動画を見ていただけるだけでも支援になりますので、他の動画もぜひよろしくお願いします。